ポーツ応援ハレスポ春町ガールの木田葵です。今回は B3 リーグトライフープ岡山を紹介いたします。 B3 リーグに所属するトライフープ岡山、今年から蛭木健二ゼネラルマネージャー兼監督が退団し、アシスタントコーチだった大森勇さんがチームを率いる新体制がスタートしています。狙うは悲願の B2 リーグ昇格です。そうですね、日本人はもう7月の19からスタートしてもう1ヶ月以上経って、で外国籍選手が徐々にこう合流してきて、まあ、すごいこの日本人選手が今までこう頑張ってきてくれたので、外国人選手もそれに合わせてこういいモチベーションとかこのいいこうエナジーで入ってくれてるかなっていう状況ですね、はい、でやっぱり若くこう選手が若くなったので、どんどんこう前から仕掛けていくようなこうアグレッシブなプレーをこうバスケがあまりわからない方が見てもこう一生懸命やってるようにこう伝わればいいかなというふうに考えています。今回紹介するのは今シーズンから新加入する高畑圭介選手です。背番号31番、今年岩手ビッグブルズから移籍してきた高畑圭介選手。これまで主力選手として島根スサノオマジック、秋田ノーザンハピネッツを B1 昇格へ、岩手ビッグブルズでは B2 昇格へチームを導いてきた、まさに昇格請負人。新チームのキャプテンとして活躍が期待されています。高畑選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どんな選手なのかいろいろお話を聞いてみたいと思います。ではいよいよ B3 リーグが開幕します。現在の調子はいかがですか？そうですね、練習が始まって1ヶ月ぐらい経ったんですけど、本当に、みんな切磋琢磨しながら、ハードにやってるので、開幕楽しみだなと思ってます。ありがとうございます。トライフープ岡山に移籍を決めた理由は何ですか？そうですね、やっぱり一番は、大森勇 GM 兼ヘッドコーチが、僕自身も10年来の付き合いで本当に長い付き合いになるので、やっぱ彼からの、熱い気持ちと、その気持ちに応えたいという思いがありまして、彼自身も、ヘッドコーチ1年目ということなので、自分自身、今まで友人だったんですけれども、仕事の環境でも、一緒に支え合えたらなと思ってきたのと、岡山自身が、B3 という場所から B2 に行く寸前まで行ったんですけど、やっぱり行けない都市が多かったりしたので、自分自身そこに、貢献したいなと思いで、決めました、はい、ありがとうございます、はい。では高畑選手の強みやアピールポイントを教えてください。そうですね、外角の外のシュートは得意だと思ってます。で、でも今年一番自分としては、意識したいのはやっぱりこのチームの見本になりたいと思ってますし、自分自身、1年目なんですけれどもキャプテンとしてやらせてもらっているので、やっぱりその背中を見てほしいというか、自分としてはそのキャプテンシーのところを一番見てほしいかなと思います。ありがとうございます、はい。キャプテンとして何か意識していることはありますか？そうですね、やっぱり常に謙虚でありたいという思いがあるので、やっぱりその行動だったり、言動だったり、なるべくやっぱ毎日毎日謙虚に入れるっていうのはすごい人生においては難しいと思うんですけど、自分の中でやっぱりひたむきにやることっていうのはやっぱり忘れてはいけないと思ってて、昨シーズン一応 B2 昇格を岩手でしたんですけど、やっぱり練習も長くしてましたし、自主練も長くしてましたし、やっぱりバスケットボールに真摯に向き合ったのがすごい自分の中では去年あって、やっぱそれを今年自分キャプテンとしてやれるとしたら、やっぱりその謙虚という部分、やっぱりバスケットボールに本当に真摯に向き合うということを、やりたいなと思っているので、やれるだけの時間は限られているので、その中の時間で、謙虚にバスケットボールと向き合っていきたいなとは思ってます、はい、ありがとうございます、はい。では試合前に必ずすることやルーティーンなどありますか？あんまりあれなんですよねルーティーンとか正直決めてないんですけど、絶対にその試合始まる前は3時間前ぐらいに丼食べます、はい、それは大体本当にルーティーンかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、います。では試合で注目してもらいたいプレーはありますか？やっぱり小言という時に、頼れる存在になりたいと思っているので、本当に困った時に、高畑選手がいるんだというところを自分としても出していきたいし、そこを期待してもらいたいなと思ってます。ありがとうございます、はい。では現在課題として取り組んでいることはありますか？そうですね、自分としては、
やっぱり常にそのさっき言ったように謙虚にやるということをやっぱりぶらさないことをまず目標にしてます。なんかこうバスケットボールのドリブルであったりシュートであったりっていう技術よりもやっぱりその習慣、バスケットボールは習慣のスポーツと言われているので、やっぱりその習慣を常に、ハイスタンダードというか高い水準で、やれるようにっていうのをまず意識してます。まずそれを意識してから、まあ、その技術が伴うのかなと思っているので、その謙虚でやり続ける、やり続けるということを、水準に今はやってます、はい、ありがとうございます。合ってますかねこの質問、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい、ではちょっと話題を変えて、はい、違う質問をしてみたいと思います。そうしましょう今真面目ばっかりやからやっぱ僕真面目キャラでも通していきたいけどふざけてるとこもあるんでやっぱり、はいはいはい、ありがとうございます、はいはい、じゃあバスケット以外での趣味を教えてください。いっぱいありますよ、まずコーヒー好きなんで、まあ、カフェ巡りもしたいですし、はい、まあ、岡山初めてということもあってその観光地巡りもしたいですし、はい、何よりこの間スーパー行って思ったのは桃がめっちゃ安くてまあそういうなんかこう岡山県に染まりたいっていうのがあるのでまあこう趣味としてはまあコーヒーとかカフェ巡り、おしゃれなところ巡るということとか、あとは映画見るぐらいですかね。 あ、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ岡山に染まってください、はい、もう染めてくださいっていうことですね、はい、皆さん染めてくださいっていうことです、はいでは岡山での生活はいかがですか、はい、暑いですね、やっぱり暑いですね。ちょっと本当びっくりするぐらい暑いだけじゃなくてこう湿気もすごいので、そうですよね、はい、もう汗がもう今見てもらったら分かると思うんですけど、はい、ただ本当に晴れてるのが好きなので、やっぱ晴れの国じゃないですか。だから本当に僕は岡山はすごい住みやすいなと思ってますし、まあ、あと1度2度下がってくれたら温度が下がってくれたらいいなと思うんですけど、はい、本当にいいとこだなと思ってます、はい、ありがとうございます。豊富な経験値とキャプテンシーでこれからますます活躍が期待される高畑選手、最後に今後の目標とブースターへメッセージをいただきました。今後の目標を教えてください。そうですね、僕自身思ってるのはもちろんその昇格ということがあると思うんですけど、岡山の皆様にやっぱトライフープ岡山のバスケットを見て楽しいんだとか、なんかこう力になったな、明日これで頑張れるなって思ってもらえるようなチームになりたいなと思ってるので、そうすることによってやっぱ結果最終的に B2 昇格点がついてくると思うので、本当にこう皆さんの力になれるような、チームになりたいなと思ってるので、それが一番の目標かなと思うので、ぜひ会場で、お待ちしてますということですね、はいはい、では最後にブースターへメッセージをお願いいたします、はい、岡山の皆さんにトライフープ岡山のバスケットは楽しいな、次の日の活力になるなと思ってもらえるようなプレーをするために今日々練習頑張ってますので、ぜひ会場に来て僕たちの、苦しい顔やしんどい顔も笑顔もいろいろ見てもらって、最後は笑って終われるように、最初から最後まで応援よろしくお願いします。はい、ではありがとうございました、はい、ありがとうございました。ではここでお知らせです。ご覧の日程でトライフープ岡山のホーム開幕戦が行われます。B2 昇格を目指すトライフープ岡山を皆さん応援しましょう。